こんにちは。こんにちは。かなです。あきらです。かさいです。今日は誰も待ってないかもしれないけど、パパクイズです。あ、待ちに待ったって言いたいのね。え、てかさ、これ本当に無理なんだけど、朝日の時点で感じる問正解なんだけど。もっとむずいじゃん。はい、パパに関するクイズを10問用意してます。で、アチャピーもね、今回なんか一緒にやりたいということで参加するんだけど、質問がちょっと難しいかもしれないからね。一応勘空きの対決で、パパ王の勝った方は鬼滅の刃23巻先に読んでいい権利権、で、負けた方は後で発表します。第1問、パパが朝ごはんに食べないと気が済まないものは何でしょう。知らねえよ。1つ答えてください。何でしょう。毎日食べてます。毎朝食べてます。見てないんだけど。絶対これだ。え、これ当たるよ。鬼滅読ませてもらうよ。今のところ家族のことになんか何も興味のない冷血な女というレッテルを貼られてるから。レッテル貼られてるというか結果だからね。せーの、みるみる。みるみる。あ、わかめラーメン食べてるね。あ、やばって、やっぱり。目玉焼き、ソーセージ。え、そっちにする、あきちゃん。いや、玄米。かんちゃんがみるみる、あきちゃんが玄米、あちゃぴが目玉焼きとソーセージ。食べないだから食べないよ、みるみる。あ、そっか。え、でもみるみるは毎朝飲んでない。こっちかな。はい、わかめラーメンと、かんちゃんみるみるでいいの。絶対違うけど、でも毎朝飲んでるのは確実にみるみる。うん、飲んでるね。正解は、目玉焼きです。目玉焼きだそうです。食べてねえよ。ってことは、あちゃぴが1ポイント。え、朝、え、いや、朝食べてる。食べないと気が済まない。朝日見てないのになんでわかるの。見てるよ。はい、じゃあチャピが1ポイントゲット。はい、じゃあ第2問、パパの中学生の時の部活は何でしょう。待って、聞いたことある。これ絶対聞いたことある。知らん。これ絶対知ってるか。え、私たちの前でやったことある。あるくね。あります。ある。あ、いろいろ思い出してるみたいですね。はい、せーの、ラグビー。はい、テニス。テニスか。テニス？え、ラグビー？テニスじゃないの。え、テニス？え、ラグビーだと。中学校の部活は、水泳部です。もう華麗な泳ぎをね、いつも海水浴でしてるからもうバレてると思うけどね。うん、水泳部です。え、水泳部小学生じゃなかったっけ。水泳部じゃん。小学生じゃなかったっけ。知らん。テニスはね、大人になって初めてしたの。そう、ラグビーはね、多分やったことが。あ、ビーチラグビー。ビーチフット、ね、ビーチフットボールは。あ、そうだ。それも大人になってからやってた。はい、ということは正解者なし。やばい。やばいですね。問題が難しいの今回。そうかしら。じゃあ第3問、小学校の給食で一番好きだったものは何でしょう。え、もうこれしかなくない。みんな大好き。絶対まず人参と牛乳はないから。そっから考えないといけない。地獄だよね、牛乳嫌いだったとかね。じゃあヒント、ご飯かパンか一緒に出るって言ったら、ご飯と一緒に出る。ご飯と一緒に出てる、これ多分これや、缶が好きなやつ。そう、缶が大好き。かんちゃんは自信がありそうですね。ある。だって缶もこれ大好きだ。はい、じゃあパパと似てるから。意外と食の好みがパパと似てるから。じゃあチャピはパスだそうです。パス。はい、じゃあせーの、タイピーエン。え、レバー。え、レバー。レバーは嫌いなものランキング1位じゃん。レバーはね、パパの嫌いなものですね。マジ。え、嘘。かんちゃんはタイピーエン。え、絶対タイピーエン聞いたことある。あのね、なんかな、あの小学校の頃に今日タイピーエンだったって言ったら、パパも大好き、なんか大好き、一番大好きみたいなこと言ってた気がする。え、そうだっけ。え、そうはい、じゃあ答えね。納豆。小学校の時には、
給食好きなものは林ライスです。知らねえよ。パパはあの林ライスの方にご飯を入れる派でした。いいっす。あかんもん。あ、確かにご飯とめっちゃ出てくるね。出てこん。見えんって。私パンと出てくる系今。あ、そうなの？パンとハヤシライス？え、待って、パンとハヤシシチューってこと？チキパンする。そうそうそう。パンとハヤシライス。わかった。あ、パンとつけるんじゃないよ。パンとハヤシライス、カレーとご飯。へぇ、じゃあちょっとヒントが悪かったのかしら。はい、じゃあ第4問。パパに初めて彼女ができたのは何歳でしょう？ちょっと待って。知らん。ママと付き合ったの何歳？29か30じゃない？29か30でしょ。だから29か30よりもちっちゃい数を言えば絶対に当たるってことでしょ。ちなみにパパはママと結婚する前に10年間付き合ってた人がいたでしょ。そうだよ。じゃあ10引いて19か20よりもちっちゃい数でしょ。さあ何歳でしょう。小学生はマジないと思う。スカートめくりに達人とか言ってたでしょ。そう、パパは小学校の時スカートめくりの達人だった。これはじゃあ一番近い人が1ポイントにしようか。あ、そうしよう、ね、そうしよう、そうしよう、それならいける。一番近い人が1ポイントゲット。せーの、13、15。あ、おちょぴは18。はい、いいですか。はい。初めて彼女ができたのは、14歳です。うわー、あ、いたじゃない。あ、いた。めっちゃ惜しいんだけど。2人とも0ポイント。だからカンちゃんと同じ年だよね、14歳って言ったらね。なに、カンが遅れてるって。そんなこと言ってないよ。第5問。パパは何フェチでしょう。ここはこれしかないやろ。もうまたやってるってママがよく言ってた。ついこの間も言った気がする。え、絶対違うんだけど。またやってるとかそういう関係じゃない。ヒントは、頑張って書いたのに。免税店を通るとパパはそれに引き寄せられます。あ、あれ、あれか。え、絶対違うじゃん。手フェチって書いたんだけど。もうふらーっと引き寄せられてお会計してますね。はい、どうぞ。せーの、香水。パパは匂いフェチです。ほらね、鼻が効くのかな。匂いフェチ、香りフェチですね。え、いいよね、香水フェチ、うん、香水でも OK にしましょう。 OK。 はい、じゃあ第6問。ママが作るご飯で一番好きなのは何でしょう。これね、毎朝言ってる。どんひどんひ。ヒント、ね、なんかちょっとおつまみにもなるし、あ、じゃあ違って、お弁当にも入れるし。これ絶対目玉焼き卵焼きじゃないじゃん。それさ、ママが作る料理で一番好きなのって目玉焼きってなんか。はい、どうぞ。せーの、サイコロステーキ。生姜焼き。昨日の缶のおかずがこんにゃくステーキで、うん、パパ食べるって言ったら、あ、パパ食べる、めっちゃ好きみたいなこと言ってた。ママの料理で一番好きなのは、全部好きなんだけど、シソつくねハンバーグです。あー、お前も来んな。いや、はい、じゃあアチャピ正解かな。はい、アチャピが2ポイント、あんまり参加してないのにリードしてます。はい、じゃあ次第7問。パパが着ている T シャツのサイズは何でしょう。え、さっき出たじゃん。さっきこれを正解できないな、もうやばいよ、マジで。噛んでも知ってるもん。はい、せーの、 M XL。こいつふざけただろ。こいつふざけとる。チャピはふざけとる。 XL XL って相当でかいからね。あ、待って、じゃあ L、 L、 じゃあ M でしょ。 M と L。 パパが着てる T シャツのサイズは華奢なので M でございます。L ではないです。 L、 うわー、 XL かと思った最初。違うっつったい。あの L の T シャツあげたら怒るっつったい。そう、もうずーっとね、 M って言い張ってるので、 M をピチピチできてますね。お、カンちゃんがじゃあ2ポイント取りましたね。やばい、初めてかも、リードしたの。じゃあ第8問。よく無性に食べたくなって買いに行くおつまみは何でしょう。これはね、引っ越してからあんまり行ってない、近くになくなったので。
前近かった。そう、これ分かったかもしれん。はい、じゃあせーの、焼き鳥、サラダチキン、ポテト、十人十色。確かに焼き鳥も買ってきてたな。え、でも絶対焼き鳥答えじゃないじゃん。はい、答えはこちらです。正解はケンチキです。知らねえ。ちなみにパパの高校生の時のバイトもケンチキです。絶対さ、残り食べようと思ってから行ったぞ。ケンチキさ、よく言ってたじゃん。これね、いかん、あの問題の出し方がいかん。言ってたんじゃなくて、ママに買わせてた。自分でも行くし、ママにも頼んでたし。なるへそ。まだ食べるの、ケンチキっていうぐらい。焼き鳥も結構買ってたね、確かに。買ってたよ。アチャピのポテトも、ポテトチップスのことだよね。サラダチキンは、ポテトチップスもサラダチキンもよく買います。はい、じゃあ第9問。これはちょっとママとパパのことですね。友達時代にパパがママを初めて何かに誘いました。それは何だったでしょう。初めて何かに誘いました。なんかこれしかないでしょ。そう、あのお友達の中でずっと仲良しだったから。2人だけ。2人だった。他もデートって書いてある。まだだって付き合ってないんだよ。何をした。キスをした。友達なのに。いいですか、せーの。食事をした。食事をした。あ、ローラースケートをした。あ、ローラースケート。そう、それも思ったけど。レストランに行った。あ、レストランに行っただよね。正解はジョギングです。ジョギングって何。だっせ。なんすよ、じゃあ。だっせ。だっせ。お食事行きませんかじゃないの。大体ちょっとハードル高いよ。最後の問題です。好きだってジョギング行こうって言う。最後の問題、あきちゃんが取れば同点。みんな不正解だったらかんちゃんの勝ちかな。じゃあ最後の問題、3ポイント。第10問。まあ、3問も正解。パパは今までやったことがない初めてのことを今やっています。それは何でしょう。ダイエットは明日か。ちょっと難しいかな。でもパパをよく見てればわかるかもしれない。ヒント、ヒント、ヒント、ヒント。見た目です。え、ヒゲを剃らないことにした。え、アイプチ。でもこれはちょっと久しぶりに見た視聴者さんからすると、パパさんなんとかですねって言われることかもしれない。視聴者さんも気づく。パパさん、パパさん JY パークに似てます。いいですか。いいよ。はい、せーの。桃鉄の配信を始めた。ああ、あ、ヒゲ剃りをやめた。ヒゲをつなげた。ヒゲ剃りをやめた。正解はヒゲを伸ばしていることです。そう、逆転。え、さっきからふざけて言ったよね、ヒゲを剃るのをやめたって。言った、言った。ヒゲを剃らないことにした。ダンブルドアみたいになりたいの、この。ダンブルドアを目指してる。なんかもうスノーのスタンプ見た瞬間になんかヒゲのスタンプだったけど、まさかって思ったらもうマジで見えんから。かんちゃん惜しい、言ったのに。逆転、逆転、ということは逆転勝利。あ、じゃあ本当はアチャピが5ポイントで優勝。でも今回あの対決には加わってないから、アキちゃんが4ポイント、かんちゃん2ポイントで、あきちゃんの逆転勝利です。本当に意味がわからない。これまでの私全部負けてきてるんですけど、勝ったことある。今日勝ちそうだったのにな。それな、なんで。はい、それでは勝ったアキポンは、鬼滅の最終巻ゲットしたら先に読める権利をゲットです。それと、負けたかんちゃんはこれはパパと決めたんだけど、パパとね、腕組んで仲良しのね、写真をママのインスタにアップします。やだやだ、本当にやだ。そういうの拷問だよ、セクハラ。セクシャルハラスメント。罰ゲームですから。え、やだ。はい、今日はパパクイズをしました。なんか結構ね、パパ自分のことをたくさん喋ってると思うんだよね。でもあなたたちが全然聞いてないということが分かりました。違う、難しい問題が。じゃあ次回は銀王か、カンナ王ですね。
もうカンナ王とかだったら超むずい問題作って、あの一問も答えられなかった人罰ゲームにする。いいよ。じゃあクイズを考えててください。次回のカンナ王もお楽しみに。バイバイ、また見てね。また見てね。ポンゲットしましたね。コンビニに売ってましたね。こういうなんか目の大きいフィギュアですよ。そうね。あー、入ってんだ。そう。そのねずこちゃんだったんだ。どうでしたか、最終巻は。感動。感動。と、なんか、えって感じ。あのね、なんか、この後半がめちゃめちゃ面白かった。へー。早く読もう。